さて、もう雨降ってるんで、せっかく来たけど、まあ写真どころじゃないので帰りましょう。まあ場所は分かったんで、まあよしとしましょう。どうしようね。また、今度だな。富山県大正悪いんだよな。まあ、せっかくなので雨降ってるんで、このウェット状態ね、レイン状態でのアドバンデシベルのね話をちょっとまたしてみようかなと思います。まあ、55さんに変えてから雨の日走るのは、まあ、多分初めてじゃないかな、ここまで本格的に降ってるのはね。ということで、まあ、今もね来るときしばらく走ってるんですけど、まあ、やっぱり安心ですね。雨の日の性能は高いなと思いますね。プレミアムコンフォートとしては本当高いなと思いますよね。もともとこうスポーツ性の高い、まあ、ハンドリング的なところはちゃんと担保した上での、まあ、静粛性っていうところを多分狙ってるあのタイヤだと思うんで、まあ、それを考えるとまあ当然といえば当然の結果なんですけどね、ちゃんとあの設置してね、アスファルトにちゃんとこうタイヤがあの食いついてるなっていう感じはあるんで、それがねこうステアリングを通して伝わってくるんで安心ですよね。まああのタイヤがまだ新しいんで、なんていうか若干こう接地感は薄いですけどね、まあ、それはこれあのタイヤが新しくってまだねゴムが柔らかいせいだと思いますけどね。でも食いついてる感はあるんで、不安なところはないですね。まあ、高速に乗って帰ってもいいんですけど、やめよう、なんかそういうテンションじゃなくなったな。また普通に下道359号線を走って帰ろうかなと思います。まあ雨の日に関してはね、まあ静粛性がどうこうとかっていうことをね、まあ気にしてもしょうがないくらい雨粒の音うるさいんでね、あまりそこにこだわる人はね、こういう状況だっていないと思いますけど、ただまあ雨の日になるとロードノイズ自体はなんていうかな、少なくなる方向に行きますよね。あの抵抗少なくなりますからね。まあその分雨粒の音とか、あ、まあ水を跳ね上げるもうしぶきの音とかがうるさいんで、まあ帳消しみたいな感じ、まあ帳消しどころか、まあ、そっちの方がうるさいみたいな感じでしょうね。やっぱ安心感高いんだよな。55によりよりでもあれだね、安心感は高くなったような気がするね。552はあれなんですよね、最初のタイヤが新しいうちは良かったんですけど、やっぱ年数経ってくると若干ね、まあ不安がないってわけではないんですけど、若干なんか、気をつけなきゃいけないかなみたいな接地感、だったような感じがしますね。当然まあね、ゴムなんで性能が落ちてくのは当然なんですけど、まあこの V553 に関しては552よりもそのライフに対してのその性能の落ちがね、まあ緩やかになったということなので、まあ年数経ってみてどうかって話ですね。まあ当然そのさっき言ったみたいにゴムなんで硬さがね、当然タイヤのあのゴムの硬さはどんどん硬くなっていく方向に行くんで、まあ、そことこの静粛性接地感ね、まあ、この辺が、
がどう変わっていくかですよね。硬くなっていくにつれね、まあ、タイヤの摩耗に関してはどんどんね、収まっていく方向には当然行くのかなって気はしますけどね。タイヤ硬くなっていくんで、ただまあちゃんとその静粛性だったり、その今のね雨のこの時の性能だったりが維持どれだけできるのかってところが、まあ、注目ですよね。まあ、55によりだいぶ性能は上がってるみたいなんで、まあ、雨の多い北陸に住んでる身としてはそこはまあ嬉しい点だし、まあ、気になる点でもありますよね。まあね、まだ変えたばっかりなんで雨の日に対する不安は全くないね。当然ですけど552の使い古した状態よりかは全然安心感あるね当たり前ですけどね。なんだろうな、こう浮ついてる感がないんだよね。ちゃんと設置して書いてるなって感じがあるんで、それがやっぱり安心だよな、安心感につながってますよね。はい、ということでちょっと短いかもしれないですけども、アドバンデシベル V55 さんの雨の日の印象のお話でございました。せっかく来たんですけどね、雨降ってるんで帰って寝ましょう。まだ6時ぐらいですけど、もう完全になんかテンション下がりましたね。ということで、まあ、今回動画は終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。